みなさんこんにちはちょっと待ってくださいねよいしょ やっていきましょうんでただな、えー、ルーンを無事に2個取ったので宝物庫に行くんだが宝物庫に行く前に毎回ですけれども体勢を確認しておきましょうあのリングたくさん出てる割にあの体勢は全然埋まってないですね <laughs> ちょっと待ってねリングとリング肝になりますからねえっ <laughs> と ああ、意外に出てないね。プロテクションフロムコールドが一本ここにあるんだな。プロテクションフロムファイヤーは出てないんだな。あーなるほどね。いやー、これら割かしみんなこう頑張ってこう仕事してるからさ、ちょっとこの辺り、なんとなくこう出てほしいんだが、全然ファイヤーの体生とか出てないもんね。まあ、しゃーないっちゃしゃーないけど、行きましょうか。 行きながら行くしかないね。あんまり体勢は出てないよっていうところが、まあ気にしなきゃなんないところだな。A ボルトに行きましょう。あ、待ってよ。スキル何伸ばしてたっけアースマジック。あ、そうだね。20ぐらいまで一気に伸ばしていきたいところ。ベフメットのおかげで高い魔法も唱えられてますので、まあそのつもりでまた頑張っていくと。ちょっと奥に敵いるだろうって感じで、これ今、あのー、ちょっと打っていってます。あ、いなかったね。 うん、こういう一対他で戦うときにどうしたらいいのかってちょっとよくわかんないよね。これでいいのかな戦い方。あのー、やっぱりこのリーの瞬間解体術を使いつつ格闘していくみたいな。これ格闘できると同時に防御もすごい硬いですのでそのあたりがいいんでしょうね。うん。例えば。 こう敵の攻撃を耐えながら今もそうだったと思うんですけどここで敵の攻撃を耐えながらひたすらこうやってきてるやつらにリーの瞬間解体術を打つと普通殴るだけがスタチューフォームのいいところじゃねえぞと防御面も恩恵を得ていくということなんでしょううおうおあっ汚イントロかシャッターもうちょっとで唱えられんな何装備してる ーメあ意外とそしたら聞くんじゃねえこれあ,あんま聞かねえなボンよし次はどんどん使っていきましょうねとタコ殴りにしてやってこれで勝てるはずだ勝ちましたよろしいでしょうこのあたりリーシュンでまあ建設しておくと大丈夫でしょう まあ普通にやって倒せると思うけどね。よいしょと。非常にいいんじゃないでしょうか。えー、ベオ、ベオじゃないや。セイントロカの、あのー、配下たちも倒しました。セイントロカもうちょっと強い直気参集をこう、引き連れてても面白いのにね。あの、多くのさ、 ナイト的な連中を引き連れてても面白いんだけどねこれここで戦います、えー、モンスターたくさん来てますけど、えー、リーの瞬間解体術で範囲攻撃をしていきましょうリーの瞬間解体術自体も、えー、今非常にあのアースの魔法を鍛えてますから、えー、見てくださいものすごい力になってますこれ8本立つとねかなり良くなる気がするんだよね ぐらいでファイアボールとかも8本立つとめちゃくちゃ強いんだよね、まあ、今回はファイアボールはあんま来たじゃないですけど、まあ、そのあたりこう非常にこう活,活躍していくとリー・シュンとかあのーリーの瞬間変えたいとですねリー・シュンって <laughs> 自分の脳内の略称を奥目もなく使ってしまって申し訳ないんだから E の瞬間解体術とか、あとはファイヤーボールがあの7、8本立つと本当にこう力強い安心感を持ってこう戦います。ここは変身してタコ殴りにすると。ここもこの辺りで戦いましょうね。ここでこれ、これですね。このポジショニングですね。あの、タコのポジショニングは。 で今、コンストリクト、ギュッてする攻撃ですけど、それをやっておきました。あれね、ターン経過でどんどんダメージ食らわせられるんだよね。だから、接近されてる敵に対してはそれをやってやるといいかもしれません。ギュッてこうやってギュッとしておくと。それで、あとはリーシュンを打ってってやると。これで、えー、周りの敵に攻撃しつつ、一番手前の敵にも同時に殴りを与えることができると。殴りでダメージを与えることができると。そうなっております。これもここだな。 よいしょ、OK、体勢全然ないですけど、まあなんとかやれてますね。このあと、いろんな階層を探索する中で、えー 指輪をどんどんゲットしていきたいところだがこのポジションねこの辺りで構えてやって戦っていけばいいでしょうここもリーの瞬間解体術あのー、鎧着込んでるとなかなか効きにくいんですけど、まあ、通していくという感じですね、えー、合わせまじ十18.9もうちょいだな これシャッターどうですか ?12% パー恐ろしいね。シャッター唱えられるね。余裕だわ。これもうちょっと、今に1回染めだもんね、まだ。あ、いいですね。失敗。 ごごーん <laughs> 地震ですね。ちょっとあまり今、うまく機能したかどうかよくわかんないんだけど。まあいいでしょ。ここはリーシュン。よし。一回照明クリア。アースマジックは20まで止まれ えー、上げていくよ。この始業の騎士はさ。あの骨でできてるから、これ。リーの瞬間解体術の起点になるんですね。いいでしょこんな感じで倒して。 ボコーン。なんから,っんからってんだけど、らってんだけど、よくわかんねえわ、そだな、シャッターって。お、お店屋さんショップですよ。お、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 ま、ま,まずさ、これ、これは生命維持に必要なオポーションを買っておくと。どうするアクアイメント買うか 買うしかねえだろ。買いましょう。ちょっとっこのこの階層を探索しておいたら買いましょう。えっ危ねえ。 こ,うだなこの辺りに陣取ってやるとここがアースマジシャンのこなんてうんだポジショニングだなこの辺り。 なったねいいでしょうそしたらどうしましょうかファイティングファイティングドッチングシールドあたり上げてみるかいやアンアームドコンバット上げたいとこなんだが相乗棒ですね大丈夫だと思うけど 3であぶっておいてなかなか3であぶれないわしちゃったやつよしオッケーうまく倒せましたルパート牽制しておいて倒すとアステリオンこいつは何なんだこいつらこんにゃろ よしおお何だこの盾強いな普通のシールド現在のカイトシールドですけれども、えー、スキルペナルティのムーブはレ,レベル15とあーちょっとこの辺りまず目指していってみるかこれ悪くないよねこれねインテリジェンス5上がるからね あの修正値ついてないけどかなりいいですよ。一品ですね。よし。じゃあ3回染めに行きます。油断せずに行きましょう。まあ、ドッチング、まあ、もうちょっと上げたいな。なんかたくさんあの、資料系のモンスターがいるね。この辺り戦うか。どうせ後ろから来てるだろうと踏んで。 こんな感じで。 強いなスタチューフォームも強いんですけどこう他の魔法も非常にいいですねキレキレですただそこに安住せずに、えー、ひたすら鍛錬を積んでいくこの辺りだ、ね おシャフトで落ちましたね、えー、ちょっとあれなんでマジックマッピングたくさんあるので読んじゃいます上り階段を見つけるあすぐ近くにありましたねよかったペティンは強いので十分にダメージを与えて倒していきましょうおヤクトールの宝物君来ました ピンコって言った方がいいかな。まあいいでしょう。倒しました。おおレベルアップ。ストレングス。ここはあのー、えー。えスタチュフォームで耐えながら、えー、ガンガン敵モンスターを。 リーの瞬間解体術で倒していきますあ鉄火には覚えてるじゃん俺よく考えたらアイロンショット覚えてる全然使ってなかったけどめちゃくちゃ強いからこれに使ってね当たんねえけどよし 一歩下がってここでリーシュンだなうわフレデリックとエリザベートでご存知フレデリックが来たわちょっと待ってねねやここは普通にリーシュンだわリーシュンガンガン撃っていくことにするわいいあとボコボコにしてやろうよいしょいやかなりこのスタチューフォームでおいなーにー 何,何にアービスに送られたの今まあ頑張って <laughs> まず飯を食ってな脱出するしかねえなお水場があるよ行ってみよう わーい出口らあいつの武器かこんにゃろなんかあいのちょっと当たんねんだけど当たった当たったあーダガーオブディストーションだってこれだわごめんちゃんと見落として見てなかったですいやーごめんなさい アイロンショットこんな弱かったっけもっとあ、これなんかあんまり伸びてねえな。あ、あれだわ。きっとコンジャアレーションスがあんまり伸びてないからだわ。そういうもんなんだな、きっと。なんかディープエルフが唱えるアイロンショットってめちゃくちゃ強いんだけど。こんなもんなんだな。いいんだ。俺にはスタチューフォームがある。こ,こんなぐらいでボコンと。 うちん、ね、よいしょ惨殺していくあ距離取られたねそんだったらお前こんにゃろこんにゃろってまたマークされたぞ大丈夫かここはせっかくスケルトンさんがいるのでスケルトンさんスケルトンさんを起点に リーの瞬間解体術をぶち込んでいくもうこの辺りだなおりゃこ,この辺りだ嘘だろお前こんにゃろ <laughs> ぶっ殺してるあとこれポーションオブバーサークレーター若干危険なのでポーションオブマイト飲みますここはちょっと本気でいく よし、大丈夫だ、勝った。あの、ギュッてできたら勝、勝てます。コンストリクトできれば、目なすたりといえども、倒せるちょ。非常にちょっとびっくりしたけど、急に出てきて、倒せましたね。よかったです。あ、この壁大好き。ボーン、ボーンってって。いや、このクリスタルの壁、完璧な、これ見てくれ。このリー,リーの瞬間解体術が、ものすごい勢いで、こう、 魔法が込,まれ込められてるんだろうね、このクリスタルの壁は。だから、その魔法にこう過剰に、敏感に反応するんでしょうね。うわークロークのアーティファクトだ。装備したいけど、装備できません。まあ、リーシュンでこう戦ってやってくれるもちろん、都市格闘でもいけるんだけどね。こうだな。 よし次の階に行くと。おお。このパターンあるよね。なんかさ階段降りたらさ、この扉閉めるガーディアンと役通るっていう、わりかし殺しにかかってくるこの空間って結構あるよね。前もあって、タコで死んだことあるな。頑張ってここまで降りてきたんだけど。あスタッチフォームさえ覚えちゃえばね、こっちのもんよ。 ここはリーシュンだな敵をガンガン倒してるので MP もしっかり回復してますかなりベフメットっていいねこのやべえベフメットいいわあのー、いいわベフメット素晴らしいわ今さあのー このバージョン0.25になってあのダンジョンクロールの開発当局がさあのトーナメントってあのみんなでラン,ランキング形式であのゲームの腕を競い合いましょうっていうやつやってんだよね。で「アットのたまり場2の」の、えー「ダンジョンクロールストーンスープスレに貼られてたんだけどえっ、ー、とこれ何の職業でクリアしたり何の神様でクリアしたかっていうのが一覧表になって出てるんだって。 これを見ると人気の職業だとか、まあ、人気というかクリアしやすい職業とか、あれ、なんて言えばいいんだろうな、上手い人がよく選んでる組み合わせっていうのが分かるわけなんだよね。で、ベフメットはやっぱり、まあ、そんな上位じゃないんだけど、ベフメットちゃんとあの進行する神様のランキングで言うとかなり上の方に来てるんだよ。で,で、一方でシフムーナ、なんかね、下から何番目か数えられるぐらいのところにいて、ああ、やっぱりシフムーナってあんまり人気ねえんだなって。 思ってしまったわけだ。ベフメットの方が確かにやりやすいもん。これ MP 回復するしさ。んそんなこと言ったらシフ・ムーナ先生が悲しむよな。なんで私不人気なのかなとかって。俺もさ、シフ・ムーナ先生に相談されるわけよ。え、これはよくねえな。ちょっと待ってね。テレポーテーションの巻きをなんで1枚しかねえのおかしな話だぞ。え、ここバーサークします。 違うの飲んだ俺今キャンセレーションか何か飲んだのかこんにやろうスタジオォーに一きたいなってシャッターを唱えてみるかどうするかボゴーンなんかシャッターすごいダメージ通ってるちゃんと謎なんだけど シールド10とりあえず止めとくか。で、ドッチングも13で止めましょう。切りのない世界だから、ね、ここ。うわここだ。もう一歩だ、ね。おりゃ、どりゃ。俺もさ、シフムナ先生とさ、仕事終わりにさ、が飲みに行くわけよ。 シフムナ先輩はどこに飲みに行くんですか普段っつって。街の中だよっつって。普通にな。焼き鳥屋に行くわけよ。あのー、よくさ、旦那さんが亡くなってからさ、ばあさんが一人で切り盛りしてるさ。あれでしょ、そういう焼き鳥屋。で、まあ、なんか、ポテトサラダとかがうまい店でさ。あので、ばあさん一人でやってっからさ。 あのー、よくあるでしょ、あのさバスウェイの店でさ、ばあさん一人でやってるからさ、ビールとかさ、ビールの,あの冷蔵庫に入ってんだけどさ、客が勝手に取りに行っていいシステムの店じゃないよく。なんかさ、勝手に選んでさ、ばあさん取ってくからなっつって、取ってって、どうするかっていうと、ばあさんは会計の時に、そのビールの本数数えて、何本飲み食いしたかをこう計算するっていうね。あるでしょ、そういう寿司屋、ボロい寿司屋とかさ、ボロいさ小料理屋でさ、そういう。 ビール自分会計しビール自分取ってくるシステムみたいなさ、店。そういう店にさ、シフムーナ先生と二人で行ってさ、まああのー、怖がりみたいなところで飲んでるわけよ。で、シフムーナ先生の愚痴をずっと聞いてるんだな。あ、シュムーナ先生って女の先生だからね。あの、俺のマカの妄想だと、ちょっと面長で色白でメガネをしていて、髪が長くて手足がスラッと長いお姉さんです。ね、図書館の師匠さんみたいな感じだな。本くれるから。 で、ずっとベフメットの方が、まあ、優れてるわけだ今。ずっと、それを俺、愚痴聞いてんだよ。俺もすまん。正直、ベフメット先生選んじゃうんですよね、とかって言って。で、シフムーナさんもそこら辺は悩んでてさ、昔はそんなことなかったんだけど、とかって悩んでるんですけど。いろいろ愚痴を聞いてやるわけだ。で、そのうち、シフムーナ先生と仲良くなってな。シフムーナ先生が、あ、タイツ入ってるんだけど、シフムーナ先生。怖がりで。ちょっとこう、 なんでもないです。これあの、エッチなボディタッチをしてくるようになってくるんだけど、その話は、えー、また今度しますので、シフムナ先生が僕の妄想の中で、エッチなボディタッチを、エッチなんだけど、そんなにエッチじゃない、大人なボディタッチをしてくるっていう話は、えー、これはですね、やがてやろうと思います。この動画が第100回を迎えた頃に、えー、しようかなと思ってますので、これはちょっとね、僕も、あんまりこういう話をさ、普通に、この昼間からしちゃうと、青少年の育成に影響が出ますので、 青少年育成条例に違反してしまいますからえダンジョンクロール青少年育成条例に違反してしまいますからねダンジョンクロール青少年育成条例第4条の3に違反してしまいますから、えー、ちょっとシフムーナ先生とこの後どういう風に僕がなるのかっていうのはちょっと公表を差し控えたいと思ってるんですけどまああのー、まあん,なんでなんで何の話をしてんだ俺は、えー、ちょっと待ってねその 俺ののの中ででシフムーナ先生の話でしたねたそんな話してたらボルトも4階まで到着しました。あの、この後ボルトの5階もちろん行きません。えー、次はエルフのお披露間に潜っていこうと思います。一旦切ります。失礼します。